誰でもが、まあ命尽きる時があるわけでございますね。来てほしくはありませんけども、せめて今年だけはみんな元気に長生きしたいですね。まあ優勝するとは分かっていてもその瞬間までは生きていたいななんて、誰しもが思っていると思いますけども、どんな人でも止める人も辞める人も貧しき人もみんな命に限りはあるわけでございますね。いくら長寿の方、最高年齢の方でも115なら115で、まあ召される時は召されるわけでございますね。この間船場の大きなお店のご主人が亡くなった時の話を聞いたんでございますけども、この方はもう奈良の山奥の方から出てまいりまして、裸一貫で、一生懸命働いて、ケチ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 と働いて大きな店にして、ほらものすごい儲けたそうでございますが、その方も最後は来るわけでございましてね、最後の時に家族の者がバーッとこう集まってきて、あんた竹子、ああお前には苦労かけたな、兄さん、おう幸次郎、お前もわしをよう助けてくれたな、大げに、お父さん、たけし、あとのことを頼んだで、お父さん、みつこ、お母さん大事にな、おだんさん、パッドハ、息子を盛り立てて頼むで、ここに店のもみんな揃ってますこう言うたそうでございますが、このお旦さんの一番最後の言葉、店は誰が晩してんねやいう言葉それが一番心配で、あの世の方へ行かれたそうでございますね。この世にこう未練残しながら行く方やら、それからもうこれで、みたいな極楽往生やらいろいろあるんやないかと思いますが、ご苦労様でございました、ご苦労様でございました、いやご苦労様って、何です、ここどこですの、なんやさっきからもや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 したとこやなぁ思ってね、ここはあの世の入り口でございます、この世ではご苦労様でございました、あの世の入り口、そんな危なぁ、わたそんな この世にずっとおるつもり、変な夢見てんねや、ちょっとすまへん、ちょっと夢から覚めやないか、ほら、いくらそうしても無理でございます、これが現実でございます。いや現実って、私どっから来ました、向こうの方から、あっちのこの世の方ですか、ちょっと私戻る、戻ってはダメです、戻ってももうあなたの体はないのですから、あなたご自身を見てください、私自身をどうですか、体がないですね、そやけど喋ってるしね、何や見えてますしね、手もなんか動いてるような気がするんですけど、それはあなたの魂です、もう肉体はない、そんなアホなあんた、そら私そんな納得できんわ、納得できなくても納得していただけねばいけないのでございます、こちらあの世の入り口で、いやあの世、私ねまだ40ですって、40でもそれは関係ない、いや関係ないって、私40でねやっと嫁はんもらいましたんや、若い嫁はん21やん、ちょっと派手やけどね、せやけどええ嫁はんや、明るうて苦労しましてながら商売うまいこといかんと、商売返したらそれがうまいこといってベーンと金儲けできて、それで家も建てて嫁はんもうて、ほいで婚礼の日ですわ、みんなから飲め飲めって飲まされて、こてんとひっくり返ったらここへ来てまんねん、そうでしょ、そんなバカなことおますかいな、ね、いや
それでも仕方がないといえば仕方がない。いや、仕方がないって、ほら私この世からもう亡くなりました。ほら40ですよ、40で、ね、俺若い嫁もうたんですよ、家も建てたんですよ、どない思います。なんとも思いません。なんです、なんとも思いません。いや、ちょっとそれ冷たいに違いますの。なんとも思いませんってね。いやー、ここにおりますとね、もっともっとかわいそうな方がたくさんいらっしゃいます。この世に生を受けて、間もなくせっかくこの世に生を受けたのに、またこちらの方へすぐに来られる方や、青春時代、つまり花も実もある青春の時にですね、戦場に送られて敵の弾に当たって、ああなるほど、それはちょっと気の毒ですな。そういう気の毒な方もいらっしゃるのですから、それは致し方のないことでございます。運命宿命ということで諦めてください。いや、諦めてくださいって、諦められへんわ。婚礼の日ですよ、あれ、なんか飲まされた中にどこでも入ってましたやろかな。そういうことは考えない方がよろしいです。もうここに来てるんですから、いくら考えてもせんなきことでございます。あ、ほなこれ、私これからどうなります。もしも生き返るのご希望の方は、そちらのカウンターに行っていただきまして、申し込みをしていただきます。その後、あの世で待機ということになります。生き返りご希望でない方は違うところへ行っていただきます。生き返りご希望って、生き返ることできるんですか。やった、それ先言うてもらうな。あ、そうですか、生き返ることできるんですか。ない、だけど生き返るの嫌やって、生き返るのを希望してない人もいるんです。もう地球上では死ぬ、生きるのは嫌だというのはね、もうこのままでいい、死んだままでいいいう人がいるんでございます。はあ、そういう方はどこへ行くんです。この世でもあの世でもない方へ行っていただきます。この世でもないあの世でもないというとどこです。その世というところで、その世、消滅地獄というところへ行っていただきましてね、もう二度と生き返ることはできないわけでございます。はあ、そうでございますか。生き返り生き物でございますので、一つもうできるだけ早うにね、生き返ってなんとか嫁はんに、それは無理だと思います。カウンターの方で話を聞いていただいたら分かりますけど、どちらへ行ったらいいんですか。こちらのカウンターへ行ってください。今から申し上げますから、 XXXYO の00018974304 B の5-20489 の C です。覚えられまっかいな、そんなもん。そんな長いの覚えられへんわ。そんな洋さん、もうとにかく一日にいっぱいこちらの方にですね、この世で生を終わった生きとし生けるもの、人間だけと違いますから、豚とか牛とかみんな、そんなおりません。魂同士は見ることができませんです。たくさんの魂がもう一日に何百万何千万というのが来ますから、カウンターも多ございます。もう鶏の魂なんか、あのケンタッキーフライドチキンができてからというものは、一日に何百万とこちらの方に参りますね。気の毒なことでございます。はあ、ちょっともう一度すいません、カウンターのナンバー言うていただけますか。何です、カウンターのナンバー言うていただけます。それは二度とは言えないことになって、二度と言えないというと、このカードを渡しますんで、そのカードをそこのところ、そこへプンと入れていただけますと、そのカウンターへ着くことになってございます。それでは生まれ変わりカウンターの方へどうぞ。ほな、行ってきますさ。この世ではどうもご苦労様でございました。暗いな気持ちが、まだでも生まれ変われるいうのを聞いてよかったな。やっぱりこういうとこは
人に聞いたことないけど、想像しとった通り陰気なとこやな。このカード持ってんねんけど、カードだけしか見えへんのおかしいな、こう入れるとつくんかいな。こうかな。あー、いらっしゃい。はい、どうぞ。こちら、はい、こちらです。なんです。はい、こちら、我代わりのカンタ。どうも、ウルフさんです。はい、どう。明るいですな。どうこんちどう。太鼓持ちみたいな人やな。もう生まれ変わるとなったらね、元気よくにこやかにね、再生できるんですから、もうこれはもういかにも楽しくね、元気よく生まれ変わっていただかないとね。ああ、そうでございますか。それでは今から希望をいろいろ聞いていきますのでね、お希望を聞いていただけねえ。そうです。その回言うときますけども、言い直しは3回まででございます。もう3回言ったらもうそれで終わりでございます。それで決まりでございまして、それからはあの世の方にですね、生まれ変わるよう待っていただくわけでございます。はあ、私ね、もう何に生まれ変われるとかいうよりも早いことをお願いします。もう40歳でね、この世からこっちの方へ来てしまいまして、嫁はん21、若いんですよ。なんとか戻って、それは無理ですね。特にこの人に生まれ変わるには結構時間がかかります。40年生きられた、40年生きられた場合はあの世の方で40年間かかって、この世での記憶をどん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 なくしていくんですね。もう40年間何にもなくなったところで、それからまだ数十年、それはもうあっという間に過ぎてしまいますね。これで何かにひょっとこう生まれ変わるようになってるんです。はあ、もうどん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 忘れて、ほら、もうだいぶ、そうですね、人の場合は希望が多いですから、希望が多いということは、ほんなら他の生き物でも人間に、言うた人間に、そうですそうです、豚から人間にとかね、ですから、あの人間であった頃ね、この世でおった頃、豚みたいなやっちゃなとか、何やこれ、タヌキやな、おったでしょう、あれみんなそういう前世がね。お、そうですか。本人は分かりませんよ。本人はもう全部捨てて、つまりこのように言っておりますけれども、どっかかっか出るんでしょうね、そういうのが。前のものがこう出てくるんですね。馬みたいに働くなんで、馬みたいなものがこう出てくるんでございます。はあ、とにかく私ね、早くお願いしたいんです。早くいうのは難しいですね。早いのはないことはないですけどもね。あるんですか。ミミズゴキブリフンコロガシね、これなら割と早くこうフンコロガシ、フンコロガシなら明日でも空きがありますけどね、明日行っときます、フンコロガシに。もう半押したらもう、待って、おかしいじゃないですか。40まで生きたら40年間こうずっと記憶を取ってるのがね、明日フンコロガシになったら、まあ、記憶が残ったままフンコロガシになるわけで、それ嫌やな、それ。そんなもん、記憶が人間やいう記憶残ったまま、ふんころがし、それちょっと、やめさせてもらいます。ああ、そうでございますか。それじゃあ、今からあの聞いていきますのでね、3回です。3回。ですからね、しかしまあ、この、聞くいうのは分かりませんでしたな。ほんなら、こう、聞いてそれになるわ。私も前世というか、その前は何かやったんでね、あなたも何かやったんです。それを忘れてこうなって、また次なんかになるわけでございますね。だからあの人の中にはね、なんでこんな風に生まれたんだろうなんて思ってる人もおるでしょう。そういうのをよく聞きます。なんでこんな人間に生まれたんやろうとかね、なんでこんな風に生まれたんやろうというの、あれ大きな間違いです。自分で決めてるんですから。ですから自分で決まってそのように生まれてるんですから、満足してその中で頑張るしかないんです。はあ、なるほどね。それじゃあよろしくどうぞお願いします。それではいきますよ。それではまず最初の質問です。ちょ何なんですか今のは。やっぱりインパクトをつけないとね、こういうところはちょっとこう静かで寂しいですから。それでは行きますのでね、人間以外どうします。今度生まれ変わるのね、人間以外どうします。そうですね、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと3回まで言い直せるね、3回までね。
私ね、人間は儚いなと思ってますね。これね、40でしょ。もっと早くにという方もいらっしゃるしね、せいぜい生きても100年ちょっとやは儚いわ。約過ぎなんか1000年ですって、2000年。ずーっとこうね、ずーっとこの地球の動きを言うんですか。時の流れをずっとこう見続けることができるんです。じゃあ、気にしときます。ちょっと。いや、気にしとく、まだ何も言うてません。もう一度パッとこう口に出してしまいます。もうそれになってしまいますので気をつけてくださいね。じゃあ、気ということでよろしいですね。いや、言い直せることできるんですね、3回。できます。一遍それでちょっと一つよろしくどうぞお願いします。気で。で、大きな気、小さな気、どれにします？なんです。大きな木、小さな木。小さな木というと植木とかそんなんですね。植木はね、水をやるのを忘れて枯らしたりというのありますから、大きな木がいいですね。私ね、沖縄のあの海岸のそばのガジュマロ、よろしいな。また垂らしてこうして根張ってね、どこまでも続く白い砂浜、コールトブルーの海、海の青さと空の青、歌は結構です、歌は、そういうふうに特定の場所とかを決められませんのでね、どこに出てくるかはそれは運命宿命というやつでございます。それは聞いてもらえませんのですか。それは聞けないんです。大きいのか小さいのかは聞けますけども、どこにというのはそれは運命宿命でございます。はあ、運命宿命でございますか。そうでございます。ですからツンドラ地帯に出てくるかも分かりませんし、北海道の十勝平野の原生林になるかも分かりません。はあ、原生林に、原生林なんかなったらえらいことでしょう。そら原生林になるとね、ヒグマが爪でキュッ、江戸時間が詰めてくる、キツツキがこうカカカカカ、アベックが名前刻みよるしね、嫌なことばっかり言い張りますな。そういうことを言うとく方がね、ちゃんと決めてもらうときにね、どう変えます？いや、もうそういう都合はもったいないからね、大きなのがよろしい。あ、大きな、わかりました。大きな木、大きな木にも寿命があります。何でもそうでございますね。生きてるものは寿命があります。千年でも2000年でも生きとっても寿命があるわけでございます。伐採、それとも自然に倒れる、どっちにします？それも自然に倒れるでお願いします。あんなもん、こんなもん、チェーンソーかなんかビューンというからな、そうです、そうです、チェーンソーならまだよろしいですけどね、斧かなんかでコン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 やれたらたまりまへんで、そりゃ二人でこうギコギコ引くのね、予策が気を切る、そんな歌までご存知なんですかね。まあいろいろと勉強はしておりますね。どうします？自然に倒れる、自然に倒れる、自然に倒れる後ね、まあ人間なら命をなくしたらもうすぐこちらでございますが、木の場合はその後も生き続けなければいけないわけでございますね。と言いますと、板と柱どっちにしときます？それは決められるんですか？それは決められるんです。つまりどこに生えるかは決められない、板か柱は決められる。どれが決められてどれが運命か宿命かというのはどのようになってるんです？私にもわからないんでございます。そういうふうにこうマニュアル通りになっておりましてね、それをやってるだけでございます。あ、なるほどね。柱はね、支えるのが大変ですわ。私傷つけられてね、柱の傷持ちなこと言って、板でお願いいたします。あ、板でね。大きな板、小さな板どうします？は、大きな板、小さな板、それも決められるんですか？決められる。小さな板という、まあかまぼこの板とかそんなんですね。かまぼこもね、魚のすり身こう乗せられて焼かれるんでしょう。そうそう、それぐらいはまだいいんですけど、かまぼこの板の裏に焼き印をね、あれが大変みたいです。大トラーとかね、ベッドラーとか、あれが熱いみたいですね。大きな板でお願いします。あ、大きな板でね、大きな板は下上どうします？下上、上というのはまあ塀とかそれから天井ですね。塀はね、どうなんですかね、ちょっと立ちションとかさ、あれが、ここへ来た板が言うてました。なんです？ここへ来た板が言うてました。あれはかなん言うて、日本人は特にマナーが悪いですからね、
コンクリート塀よりも板塀にみんなするそうでございますね。なんかしやすいそうですね。床の方でお願いします。床ですね、床。はい、いいですね。大きな名刹というか立派なお寺のね、ウイスバリかなんかの板かなんかペーンと小僧さんがみんな拭いてくれてね、それはどれになるか運命宿命でございます。そういうようなお寺の板になるか、どっか地方の民宿の便所の床になるか、それは分からないんで、便所の床になるか、これ、大体ああいうとこはボットン式ですからね、大変や言うてました。ここへ来た板が、便所の板になった板がね、空の下からの匂いがもう、もうきついそうです。で、慌てて入ったまま後ろへボトンなんていう、変えさせていただきます。戻ります、戻りなんです。戻り、どこまで戻ります。最初のとこへ戻ります。人間かそうでないかのところへ、人間の方へ戻らせていただき、あ、人間の方へ戻ってやり直します。それじゃ分かりました。それでは最初の質問です。男か女か、どうしておきます。ほう、男か女かね。今まで男で女いね、そんなの自由なんです。前女の人で男から女、もうそんなもんもうしょっちゅうです。もう今度こそ男にとか今度こそ女にとかいう人多いです。だから人間社会の中でもこの世でもいたでしょう、なんか女の人でも男勝りというか、男みたいやなとか、男でも女みたいやなとか いっぱいいたでしょう。そういうのがそうですね、ちょっとこう残ってるのか分かりません。気の毒なのはこちらでも男やーと決めてんのに、生まれる時に何かの手違いでね、女にふっと、そういうのもあるんです。あ、そういうのさ、たくさんですから、数がもういっぱいですから。なるほどね、わかりました。いや、あの、女で言ってみますわ。女でいいですね。はい、女性と、女性になったらなんでございますね。あの、女風呂なんかも自由でですね。嬉しいな。女風呂なんかもう、あっちのこと言わんと、もう自由にまーっとこう入っていけてね。アホちゃうか、あんた。あなたもう女なんですよ。もう男になって男風呂に入るのと一緒ですから。ああ、なるほど。それはそうですね。それは一つよろしくどうぞお願いします。で、どうです、次の質問ですけどね。気立ては、悪いというのはどっちにしときます。そりゃ気立てはええに、さあもうそんな気立ては悪いなんて、気立てはええにお願いします。わかりました。気立てはよくて不細工と、ちょっと言うてませんで、ね、そんなもん、そう、不細工とかそういうのは選ぶ、それは選べないんです。それは宿命です、運命です。大体この気立てのええいう人はですね、その気立てが顔に出て、ええ顔にはなっていくんです。もう本当にこれは本当に神が作ったのかという造形美ね、こんな美しい鼻、それから唇のライン、こんな美しい人というのは気立て悪いです。どっちかというと、もうそういう綺麗な顔で気立てええというのは現段階では作れないんです。私どもではできないんです。できないんですか。できないんです。で、気立てが悪いということでよろしいですか。よろしいです。気立てが良いですね。気立てが良いで、不細工でも結構ですね。気立てが良い、不細工ね。この頃は、あの、美容整形とかそういうのがありますからね。そうですね。それで、どうでございますか。次ですけども、男で苦労するしないというのは、それ選べるんですか。選べるんです。男で苦労しないというのをお願いします。わかりました。男で苦労しない、モテないと。ちょっと待ってください。それおかしいじゃない、そう勝手に決めない。いや、もうそういうふうになってるんです。男で苦労しないという人はもうモテないから、もう苦労しなくていいんです。モテるとやっぱりそれなりにいろんな苦労があるんです。もうあっちゃこっちゃから言われたりとかね、もうそれは仕方がないんです。もうそういうふうになってるんですから。ああ、そうですか。それでお願いします。で、子供で苦労するしないはどうします。しないでお願いします。子供で苦労しない、子供なしと。
それどういうことですか。子供なしというのは。なし、いやいや、子供があるとね、必ずどんな家子でも苦労はあるんです。子供生まれた時にうやうやって泣く、夜泣きする、3時間起きて起きやないか、その苦労をするのがやっぱり愛情となるんです。もう子供の方もそれだけ苦労してるというのが分かってね、親孝行するようになるんです。苦労はですから必要なんです。ああなるほどね、それではそのちょっと変えさせていただきますね。苦労するに変えますわ。これ2回目ですよ。2回目で結構です。2回目変えさせていただきます。苦労するに、やっぱりね、女になったら子供みたいですがね、私ね、男は子供生まれてもほんまに俺の子かなというのは分かりませんですけど、女の場合は自分で痛めた子供でございますからね、そういうのを一度味わってみたいなと。ああそうですか。子供で苦労すると、子供で苦労、でもこれからはね大変ですよ。そらもう二人も三人もいたろうね。思春期になって飛行に走るわ、父親が文句言うたら金属バットでボーンと行けるわね、近所から白い目で皆を睨まれるわ、家友達呼んで騒ぎよるわ、近所に火つけて回りよるわ、警察も厄介になるわ。元へ戻してください。変えますわ。変えるとは、男の方へ変えさせていただきます。何です。男の方へ変えて3回目ですよ。もう3回目で結構でございます。もうその3回目の方でやらせていただきます。あそうですか。じゃあ3回目で男から始めます。はい、それでは最初の質問です。気が弱い強い、どうしときます。弱いにしときます。弱いね。弱いね。もうさっきね、私学習しました、あんまりええのんとっといたら具合悪いなっていうのは、弱いで結構です。あ弱いね。気が弱い、気が弱くていいんですか。なんか神経質なね、大きいことを要せんような、もう大きいことせんでもよろしいね。もう女の人にカンカンカーンと言われてもシュンとなるようなんでもよろしいね。もうそんなんでよろしい。もうシュンとなっとってよろしいね。ああそんなんでよろしいんですか。女運があるないいうな、どうします。ないで結構です。女運がないでよ。女運がない、もう恵まれんでもよろしい。ああそうですか。嫁さんの尻に敷かれる敷かれないいうな、敷かれるでよろしくね。叱るといいね。もう叱れとってよろしいね。もうその方がもう気が楽です。世間から共済会やとか言われてもね、その方がもう楽やと思いますので、まあ、それで結構でございます。おお、それでよろしいですか。仕事のことですけども、仕事は安定してる安定してない、どうします。安定してないでお願いします。そんなんでいいんですか。安定してないんですよ。もうどうなるか分からない、もうどうなるかも分からんでも結構ですね。もうその方がもうよろしいや。もう毎日決まったことをこう一生懸命やるよりね、もうどれなのか分からんでもよろしいね。ああそうですか。安定してないと。どうです、死ぬまで働くいうのとね、定年まで働いて定年後は好きなことするいうのと、死ぬまで働くでお願いします。死ぬまで、もう死ぬまで働くんで、もう死ぬまで働く、もう働きながら気づいたらここにいたというのでも結構でございます。死ぬまで働くと、はあ、分かりました。それでは、頭はハゲるハゲない、どうしておきますか。ちょっと待ってください。それは選ぶんですか。それ選ぶのと選ばないとのあれがよう分からんのでね、これはもう選ぶようになってるんです。よくなんでこんなに普通になったんだろうなとか、これは親やから、それからおじいちゃんがうちは薄かったからな、嘘です。生前にみんな決めてるんです。あれはみんな決めてるんですか。ハゲるでお願いします。私後ろに三日月ハゲがありましてね、もう全部ハゲてしまう方が、もうハゲるでよろしく。もういいんです、もうそんなもん、もう中身が問題でございますので。ああハゲるでよろしいですか。それから肩はなで肩、怒り肩、どうしておきます。もうなで肩でお願いします。なで肩、
慣れ方は大変ですよ。カバン持ってもこう落ちてきよるしね、リュック背負ってもこないなりますけど、うん、大丈夫ですか。もう何でも結構でございますね。もうそういうことでよろしくどうぞ。わかりました。ということで決定いたしますのでね、それじゃあ、あの世の方でお待ちいただきたいと思います。わかりました。それではあの世の方で、この世にいつの日か行ってらっしゃいませ。なんてなことで、この男あの世の方でずっと待機いたしまして、ある年の7月16日にこの世に誕生いたしますのがこの私でございます。ありがとうございます。